あたりを選ぶのね。なら。 くそ。 あの女はどこに逃げたんだ。 女一人に何を手間取っている。 逃げられたら我らラステーション軍は笑い者だぞ。 しかし少女とは思えないほどの俊敏さでとても。 だとしても奴とて限界はある。 そろそろ体力も限界だろ。 もっとよく探すのだ。 残りの予備兵力も全て投入しろ。 なんとしても捕らえるんだ。 了解。 すごいわね。 どこまで追いかけてくるつもりよ。 気に入ってたのに破けちゃったじゃない。なんでこんなことになったのかしら。 早く教会に戻って今の状況を把握しないといけないのに、移動に時間がかかるのは歯がゆいわね。だね。けど、どうしてこんなに視野が下がったんだろう。わからないわ。前に立ち寄った町じゃ、なぜか誰も私たち女神のことを覚えていないみたいだったし。本当ならすぐにでも飛んで教会に戻りたいんだけど、なぜか視野が少ないせいで短時間しか女神化できないんじゃ、たまったものじゃないわよ。まあ、愚痴ってても仕方ないわ。 ユニと合流できただけでも運が良かったと思わないとね。さて、せっかくだしこの町で少し情報収集をしていかない。情報収集は基本だもんね。あ、分かってるじゃない。何度もお姉ちゃんに教えてもらったからね。ねえお姉ちゃん、あのお店なんてどうかな。人もたくさんいるしちょうどいいんじゃない。そうね、行ってみましょうか。こんにちは。ちょっといいかしら。 なんだあんた、見慣れない顔だけど何者だ。通りすがりの女神じゃなかった。私たち観光でこの町に来たばかりなの。うん、観光客ね。こんな辺境の町に珍しいな。うん、確かにこの町は特に観光名所や特産品がないことで有名な町だったのすっかり忘れていたわ。お姉ちゃん、 仕方ないでしょ。私だってちょっと焦ってたんだから。怪しいな。怪しくないわよ。ほら、見ての通り姉妹水入らずの旅行なのよ。ねえユニ。お姉ちゃん、なんで二人とも声が引きつってるんだ。そういえばお前らの顔どこかで見覚えがあるぞ。確か、そうだ、思い出した。最近この国を騒がせている秘密結社の構成員だな。はい。おい、どういうことだ。この子たちが例の秘密結社の一員なのか。そっちの小さい子は知らないが、こっちの大きい方は間違いねえ。今朝の朝刊にチラシと一緒に挟まれてた。指名手配書と全く同じ人相だ。ちょっと、私たちが指名手配ってどういうことなの。 何かの誤解じゃないの。誤解なわけないだろ。その黒髪のツインテールに漆黒のドレス、間違いねえ。間違いなくこいつはラステーション転覆を企んでいる秘密結社アフィマックスのノワールだ。はい。じゃあこっちの小さい子はおそらくどこからか囚われてきたんだ。だが安心してくれお嬢ちゃん、今俺たちが助けてやるからな。 なんで女神である私が自分の国を転覆させなきゃいけないのよ。すでにラステーションの支配者を気取っている。しかもこの国の神と来たか。おい、何を騒いでいる。ちょうどいいところに指名手配のノワールが現れたんだ。しかも女の子を誘拐してやがる。何だと。確かにこの人相はあの極悪非道の殺戮者ノワールだ。 誘拐にまで手を染めている。だから違うって言ってるでしょ。もうどうして誰も知らない。
てくれないのよ。えい、問答無用。世のため、ラステーションのため、この場で捕まえてやる。もう何がどうなってるのよ。もうユニ、逃げるわよ。でも私たちは何も悪いことしてないのに。それにこんな奴ら、私が返り討ちに。ダメよ。たとえ私たちのことを忘れていても、彼らはラステーションの住人なの。傷つけるなんて絶対にダメ。さあ、おとなしくしてもらおうか。そしてまずはその子を解放するんだ。わかったわ。ユニ、向こうに行きなさい。姉ちゃん、どうして？あの人たちの話を聞く限り、指名手配されているのは私一人。なら、ここは一度別れましょう。あなたまで危険な目に遭う必要はないわ。けど、それじゃ、お姉ちゃんが。私は大丈夫よ。あなたとは年季が違うんだから、逃げ切ってみせるわ。でも、それに、これは保険でもあるの。おそらく私はラステーション全土に指名手配されてるわ。もし私が捕まったら、頼れるのはあなたしかいないの。お願い、分かって。もっといい子ね。気をつけるのよ。くそ、逃げられた。おい、オンだ。絶対逃がすな。もう大丈夫だよ、お嬢ちゃん。どうやらよほど怖い思いをしていたらしいけど、安心してくれ。ラステーションが誇る兵士たちがきっとノワールを捕まえてくれるさ。お姉ちゃん、私ってやっぱり足手まといなの？無事だといいんだけど。けど、きっとあの子のことだし大丈夫よね。さて、私も早いとこ放っておまかないと。この私に傷をつけられる相手がいるなら見てみたいわ。逃げられたかしら。心配してもしょうがないことだけど、やっぱり気になるわね。おい、そっちはいたか。いや、こっちにはいない。まさか、もうここを抜けられたんじゃ。まずいわね。ひとまず隠れてやり過ごさないと。やはりいないな。たかが少女がこの包囲網ができる前にここを抜けたとは考えられんのだ。おい、二人ともこれを見てくれ。なんと、この布切れは。ヘロ、これは、あの女の服じゃないか。こんなもの、どこで見つけたんだ。え、今のでわかったの？お前、これをどこで見つけたんだ？ここに来る途中で見つけました。まさか、こんなしていたとは。だが、お前のおかげで奴がここを通ったのは、全兵士に通達して、この街道を中心に捜索に当たる。いいな。了解。まずったわね。まさかあんな布切れ一枚でバレるなんて。けど、だからといって後には引けないわ。女神として、何としても教会に行くんだから。はっ！
この辺りまで来れば大丈夫かしら。見つかった。なんだ、猫か。もう脅かさないでちょうだい。あなたはこんなところで何やってるの？もしかして迷子？そうか、そうか、迷子か。実は私も迷子なんだ。あなただけよ、こんな不条理な世界で優しく語りかけてくれるのは。あれ？なんでだろう、急に涙が。大丈夫よ、大丈夫、女神だもの、大丈夫よ。だからあなたも心配しないで。って言ってもわからないか。にゃ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 。おい、今こっちで声がしなかったか。そうか、何も聞こえなかったと思うが、確認だけしてみる。こっちに来る。さすがに戦闘は避けられないかもしれないわ。覚悟を決めるしかなさそうに。にゃん！こら、ちょっと今出て行ったら。なんだ？にゃん！おいおい、お前が聞いた声ってもしかしてこれじゃないのか。みたいだな。まったく紛らわしいことしやがって。シュッシュ、あっち行け。にゃん！向こうを探してみるぞ。そこまで遠くには行ってないはずだからな。行ったみたいね。助かった。にゃん！あなたのおかげで戦わずに済んだわ。ありがとう。さてっと、彼らがいない隙にここを抜けないと。さて、私はもう行くけど、あなたも一緒に行く？にゃん！あ、なら一緒に行きましょう。私が誰だか分かってるのかしら？はっ！まだまだへばってるわけにもいかないんだから。ちょっといい？やたるといいタイミングで鳴くけど、私の言葉分かってたりするの？あなた白猫みたいだし、終盤でいきなり人の姿になってみたり、バスボスになったりしないわよね。ああ、誰か助けてくれ。今の声ただごとじゃないわね。こっちに来るな！さっきの兵士たちじゃない。モンスターに襲われてるの？けど、何なのあのモンスター。この私が見たことないなんて。くそ、こんなのどうすれば。今なら彼らの邪魔が入ることなくここを抜けられる。誰か助けて！ママ！お前はノワール、なぜここに？そんなことどうだっていいでしょ。
いいから早く逃げなさいよ。死にたいの。なぜだ。どうして俺たちを助ける。俺たちはお前を捕まえようと。そんなの関係ないわよ。目の前に困ってる人がいて見捨てられるわけないじゃない。礼は言うが、お前の疑いは晴れたわけではないからな。おっと、ここから先には行かせないわ。あなたの相手は私よ。あなたなんか一瞬で倒してあげる。見てもらえるといいわ。洗練された戦い方というものを。手を泣かせないで。相手が誰でも私が投げ、レーシーズダンスよ。誰にしようか、レーシーズダンスよ。ラステーションの女神の力、思い知ってレベルアップ。女神化できたとはいえ、ここまで力が出ないのは想定外だったわね。心配してくれてるの？大丈夫よ、これくらいなんてことないわ。それよりも早くここを抜けちゃいましょう。さっきの兵士たちがいつ戻ってくるかわからないしね。着いたわね。とにかく休めるところ、あとはあなたのご飯も見直して。大丈夫、ちょっと疲れただけだから。こんなところで倒れてなんていられない。犬にも探さないと。あら、猫さんどうしたの？誰なの？あなたボロボロじゃないですか。私は、優しい方ですよ。だって猫さんとおしゃべりするなんて。
しい人に決まってますよ。いやー、もうその話はいいから忘れて。なんでですか？とっても可愛かったですにゃん。いやー面白い人。そういえばここはどこなの？見たことのない部屋にいるみたいだし。そうでしたね。ごめんなさい、私ったら。ノワールさんはこの町の入り口で倒れてたんですよ。そこに私が通りかかって。ああ、そういえば思い出したわ。意識が飛ぶ前に誰かに話しかけられたような気がするわ。ノワールさんボロボロで、どうしようどうしようって必死に考えて私の部屋に運ぶことにしたんです。そうだったのね。って、運んだ？もしかしてあなたが一人で？はい、そうですよ。引きずりながら頑張って運びました。引きずりながら？あ、いえ、何でもありません。それで怪我の方はどうですか？一応手当てはしましたが。うん、じゃあこの包帯はあなたが？はい、ちょっと大変でしたけど。でも安心してください、私は何も見てませんから。確かに一度ノワールさんの服を脱がして手当てはしましたけど、私は何も見てませんから。別に見るのは構わないでしょ。ちょっと恥ずかしいけど、私たち女の子同士なんだし。女の子同士でも恥ずかしいものは恥ずかしいんですよ。いや、見られるの私の方なのに、どうしてあなたが恥ずかしいのよ。そういうものなんですよ。まさかノワールさんは見られるのか。違うわよ、そんなわけないでしょ。変な勘違いしないで。そうなんですか。ちょっぴり安心しました。まったく。かなり話がずれたわね。とりあえずここがどこなのか教えてちょうだい。ここはこの町のホテルです。町の入り口から一番近くてゆっくり休めそうなのがここしかなかったので。そうだったのね。手当てをしてくれたこと本当に感謝してるわ。ありがとう。でもごめんなさい、私はあまりのんびりしてる暇はないの。すぐにでも出発を。ダメですよ、まだ怪我が治りきってないんですから。今はじっとしててください。でも私はこんなところで。でもじゃありません。どんな理由があるか知りませんが、体を大事にしてください。確かに指名手配されている状態で教会に行くのは危険な気がするわね。状況がわからない以上、しばらく情報を集めた方がいいかもしれないわ。それにあの時見たあの黄金の塔、嫌な予感がする。わかったわ、傷が癒えるまでしばらくここにいさせてもらうわ。はい。あ、ノワールさん、お腹空いてますよね。すぐに支度しますから待っててください。ありがとう。やっと着いたわ。
ないけど、いつまでも部屋にこもってたら良くなるものも良くならないからね。そうですね。でも荷物まで持たせちゃって悪い気がします。それくらい平気よ。あなたに重たい荷物を持たせるわけにもいかないし。や、優しいですね、ノバールさん。部屋で厄介になってるからこれくらいはしないとね。でさ、そしたらあの子ったら。へえ、そうなんだ。あそこにいるのって傾斜じゃない？ほら、傾斜の知り合い。学生って言ってたし、クラスメイト。ごめんなさい。あれ？傾斜？今誰かと一緒にいなかった？ううん、私一人ですよ。そっか、じゃあ間違いか。ねえ、これからどこか遊びに行かない？ごめんなさい、これからどうしても外せない用事がありまして。もしかして彼氏とか？違いますよ、そんなのじゃありませんから。ま、そういうことにしておこうかな。それじゃまた明日ね。はい、また明日。うん、じゃないわよ。怪我人を突き飛ばすとか何考えてるのよ。ごめんなさい。でもノワールさんのことみんなに見られるわけには。ああ、学生寮に部外者を止めてるのが問題があるわよね。でもだからってもう少し優しく。ノワールさんと私が同じ部屋で同棲してるなんてバレたら。私同棲？いやいや違うでしょ。私はなんていうか居候？それでも一緒に住んでることには変わりありませんよ。それはそうなんだけど、バレるのが嫌ならこれからは別々に行動する？それは嫌です。一緒に買い物するのは楽しいですし、私たちお友達じゃありませんか。え、お友達？ごめんなさい、会って間もないのに友達だなんて言われても。困りますよね。困らないわよ。あなたさえよければお友達になってもいいわ。本当ですか？やった、今日から私たちはお友達ですね。改めてよろしくお願いします。よろしく、ケイさん。お友達。何？また知り合いでもいたの？隠れるから突き飛ばすのだけはやめて。いえ、そろそろ薬を補充しないといけないのを忘れていました。じゃあ薬局にでも寄りましょうか。それがお店に並んでいるような品物じゃなくて、森へ取りに行かないといけないんですよ。え、そうなの？今までギルドにクエスト依頼でも出してたの？はい、そうです。どうしても必要なものなので自分で取りに行ってもいいのですが、モンスターとか怖くて。ねえ、ケイシャ、そのクエストなんだけど私に任せてくれないかしら。あ、ダメですよ、ノワールさんは病み上がりなんですから。絶対にダメです。心配しなくても平気。さっきも言ったけど、じっとしてるよりも少しずつ体を動かしておきたいの。それに少しでも傾斜に恩返ししておきたいから。恩返しだなんて、そんな、私が好きでやってることですから。好きと言ってもノワールさんが好きとかそういうのじゃなくて、ノワールさんのことは好きなんですが。分かった分かったから、誰もそんな勘違いしないわよ。貸し借りを作ったままっていうのが許せないだけなの。私のわがままだと思って任せてくれない？わかりました、ノワールさんにお任せします。絶対に無茶だけはしないでくださいね。うん、任せて。こう見えても私強いんだから。ノワールさん頼もしいですね。くれ
れたんですね。ありがとうございます、ノワールさん。こっちも役に立てたみたいでよかったわ。そのとっても嬉しいです。これでノワールさんの傷の手当てもできますね。で、これ私のため？知らなかった。自分に使うものを自分で取ってくることになるなんてね。ごめんなさい、最初に説明しておけばよかったですね。ううん、気にしないで。どちらにしろ私が行くつもりだったから。ありがとうございます。では手当てをしますので、その服を。え、わかったわ。お願いね、ケイシャ。任せてください。特訓して見なくても包帯が巻けるようになりましたから。いや、ちゃんと見てやって。包帯でぐるぐる巻きになって動けなくなるとか笑えないから。ねえケイさ、聞きたいことがあるんだけど、今のラステーションって誰が統治してるの？以前は女神様だったんですが、今はゴールドサードと呼ばれる人がこの国を統治しているんです。って、あれ？ノワールさん、どうしてそんなことを聞くんですか？え？だって私たちの国の一番偉い人ですよ。どうしてそれを？そのあれよ、あれ。私、国の外れの小さな集落で育ったから、そこら辺疎くて。そうだったんですね。そうなのよ、いつまでも世間を知らないのは良くないって両親が言うから、ここには社会見学に来たのよ。でしたら私がノワールさんにラステーションのことを教えてあげますね。うん、お願いするわ。ではまずラステーションですが、先ほど申したように今はゴールドサードという人が統治していることになっています。なっている？どういうことなの？実は行方不明なんです。それってどういうことなの？理由は分かりません。ですがきっと嫌なんだと思います、国を統治するのが。じゃあ今は代わりに教会が？はい、ですがうまくいってないようで、内部でも派閥争いが繰り広げられているようです。そうだったの。じゃあ遠くに見える黄金の塔、あれは何なの？あれは黄金の頂と呼ばれるものです。ある日突然現れたと言われていて、ゴールドサードの力の源とも言われているんです。なるほど、確かに同じ金色だものね。他に何か聞きたいことはありますか？そうね、今は特にないわ。でしたら何か知りたくなったらいつでも聞いてください。ええ、そうさせてもらうわ。買い物はこれで全部ね。最初の頃に比べるとここの生活にも慣れてきたわね。まあそれだけここに長居してるってことなんだけど、傷もだいぶ治ってきたみたいだし、そろそろ本腰を入れて行動してみてもいいかもしれないわね。困ったわね。でも俺たちじゃどうしようも。あれはなんだか人が集まってるみたいだけど、何かあったのかしら？町の近くの森に凶暴なモンスターが現れて、町の人が何人か襲われたらしいんです。物騒な話ね。兵隊とか動いてないの？なかなか動いてくれないんですよ。あちらはあちらで忙しいみたいです。だからって放っておけないわ。そのモンスター森のどの辺にいるの？森の奥としか情報がなくて。まさかノワールさん退治しに行くとか言いませんよね？そのまさか、リハビリにはちょうどいい相手だわ。いくらノワールさんが強くても今回はやめておいた方がいいですよ。私は強いから平気よ。それに助けてもらったお礼もまだしてない。だからここで返させてもらうわ。危険です、そんな危ない場所にノワールさんを行かせるわけにはいきません。
心配しすぎよ。凶暴といっても町の近くのモンスターだから大したことないでしょ。それじゃ行ってくるわね。待って、ノワールさん。もう見えない。無理にでも止めた方が良かったかな。まあこのままザコでもボスでも倒してあげるわ。